なんだかこう思考タイプというのが大きく分けて2つあるらしいんですよ。2つというか2種類で、1つが言語で思考するタイプで、もう1つが絵とかこう図形とかの視覚的情報から思考するタイプってのがあって、なんかこの話を聞いた時にすごく納得したんですね。でなぜかというと、結構こう私の周りはね、思考タイプ、言語で考えるタイプの人が多いんですけど、なんかねそうじゃないタイプの方が世の中的に少ないのか、類は友を呼ぶ的な感じで私の周りに少ないのかわかんないんですけど、なんかねこう、うんみたいな、お話がちょっと伝わりにくいぞとか、ちょっと言いたいことが分かりにくいかもしれねえなみたいなこととかが結構あるんですけど、それってこうなんか、ああこの人もしかして国語が苦手なのかしらって思ったりしてたんですけど、どうやらそうではないらしくってですね、そのじゃあ例えば美術作品を見た時に前者の言語で思考するタイプだと、これはいいね、なぜならこういうところの光と影の表現の仕方がどうこうで、こうでこうでこうだね、だからここがいいね、それとここがこうだねみたいななるんですけど、後者絵とかで思考するタイプっていうのは、見たもの、今の話で言うと絵ですね、を見てここの影と光の感じがいいなっていうのを頭の中で言語化せずに、これがいいっていうその印象というかイメージというか直接的な感覚で良いと感じているから、こうこの絵好きなの、どこがいいのって言われると、ここなんだけど、それを言葉にするとしたらなんて言えばいいんだってなるらしいんですよ。そこって言語化能力が高い低いとかそういう問題じゃなくって、どうやらその頭の中でそもそも考えるときに視覚からの情報をダイレクトにバーンって捉えて考えるなのか、視覚から入ったときにすでに言語として頭の中で考えているかっていう差があるらしいんですね。でそもそもこの国、ジャパニーズの教育だったり、あと現代社会っていうのは、その自分の思考を言語化できる人の方が、まあ有利、言葉を選ばずに言うと有利になるような状態になっているっていうのであって、この能力、思考タイプだけで見たらどっちが良くってどっちが良くないとかいう、そういう優劣ではなく、純粋にタイプ、そして今の時代だとこっちの方がまあ言いたいことが伝わりやすいから意見として尊重されやすい傾向にあるよね、その人の意見の方がこうパワーがあるように感じる傾向にあるよねっていう時代とのマッチっていうのであって、別にそこに優劣はないっていうことらしいです。なんかね、これにすごく最近納得して、なぜかというと、最近こう身の回りにね、ようやくその絵とか目からの視覚的情報をダイレクトに受信して感じるタイプの人が現れたんですけど、なんか思ってることあるんだからちゃんと言葉にすればいいじゃんって思ってたけど、そもそもそこがちょっと違うんだな、考え方がと思って、面白いなと思いました。皆さん、今の話聞いて自分はどっちだと思いますか？それでは参りましょう。シュシュポップのシュシュポップラジオ、カッコカリ。はい、ということで改めまして、皆さん、ホポップ、シュシュポップでございます。はい、では今日はこちらのコーナー参りましょう。シュシュットライブラリー、お久しぶりですね。はい、本日ご紹介するのは須尾フローラさんの花とお金という本でございます。これまではね、結構こう物語、小説とかをご紹介することが多かったんですけれども、今日はちょっとね、私
あれ、私あの自己啓発本というのがね、どうにもこうあまり好きではない、嫌い、絶対読まないってわけではなくて、進んで読まない傾向にあるんですけど、こちらはね、なんだろう、こう自己啓発とはまたちょっと違くて、どちらかというと哲学寄りなのかなとか思うんですけれども、これはね、本のビジュアル、ビジュ買いをしました、私。はい。すごくね、繊細で素敵だったので、お、これは何の本かなと思って、ちょっと見てみて、あれ、今の私に必要かもしれないと思ったので、ちょっとね、お迎えしてみました。こちらの本ね、タイトルが花とお金ということで、なんかお金持ちになれる方法か何かが書いてあるのかしら、みたいな。思うと思うんですけど、そうではなくて、お金持ちとして生きる方法が書かれています。ここがね、ちょっと違う、このちょっとの違いをね、認識できるっていうのがね、いいことだなと思いました。で、文章自体は10歳の人間が読んでも分かるようにということを意識して書かれているらしくってですね、難しい言葉は登場しません。なので、こう結構分厚いんですよ、本が。なんですけど、スラスラ読めるなという感じでした。で、難しい考えもあまり登場しません。でも、これまでの感覚だったり、考え方だと、こう、これの、言葉は理解できるんだけど、ちょっと意味が納得できないな、理解しきれないな、っていうことが出てくるかもしれません。で、その分からないこと、その向き合い方もこちらの本には書かれております。こちらの本を読んでからね、気持ちを穏やかに過ごせる時間が前よりも増えたなぁと感じるのですけれども、それはね、今を受け入れるという意識が大きくなったことが多いかなぁと思ったりしています。まあ若干ね、内容がちょっとスピリチュアルな印象もあるかなぁと思うんですけれども、こう食わず嫌いとか、あとこう飲み込みにくいとか、そういうことなく最後まで心地よく読むことができました。ぜひね、こうちょっと最近モヤモヤすることが多いなとか、あとは新しい考え方、新鮮だなと思うことに触れたいなとか、そういう方はぜひ読んでみてください。こうね、悪い意味での刺激があまりない優しい本なので、結構どんな状況でもこう読み返せる本かなと思っています。ぜひおすすめです。ということで、本日ご紹介したのはスオフローラさんの花とお金でございました。ではお便りを読みます。はい、こちら今月のテーマということで、3月に募集していたのは憧れだったあの人というお便りですね。メアリーさん、ありがとうございます。ヨハポップ、ヨハポップ。私の憧れだった人は祖父ですね。手先が器用で、料理ができて、勉強熱心で、とてもユーモアがある完璧超人でした。どんな時でも優しさを見つけられる本当に素敵な祖父でしたが、新年早々に天国へ旅立っていきました。実は新年会生配信の時は祖父の通夜で眠れなくて、夜な夜なアーカイブを見ていました。配信を見て励まされて、元気をもらったおかげで祖父を笑顔で見送ることができたので、本当に感謝しています。祖父との思い出や生き方、すべてが私にとって大事な宝物なのだと気づけました。私も祖父のように小さな幸せを大切にして、多くの人を笑顔にできるようになれたらなと思います、とのことで、ありがとうございます。そっかそっか、新年早々そうだったんですね。でもこうアーカイブでこう気持ちをね、少し明るくできたりしたのかなと、今回のお便りから見受けましたので、そんな風にこう自分がね、ちょっと悲しい気持ちとか、あとは悔しい気持ちとか、なんかそういうポジティブではない気持ちになっている時って、結構ね、人が楽しそうにしている姿とかがこう気に触れたりすることとかがあると思うんですけれども、そうではなく、メアリーさんはね、そちらでこう励まされたとおっしゃってくださったので、もうそこはね、きっとおじいさま譲りの柔らかく穏やかな心なのかなと
思いました。うん、きっとね、そんな風にあの人の楽しそうな状態様子から元気をもらったりするっていう、そういうメアリーさんの素晴らしいアンテナっていうのは、うん、おじい様もねきっと、うんうんうん、わしの孫じゃ、うんうん、誇らしいのっていう感じだと思いますので、ぜひこれからもね、人間は生きているときっといろんな気持ちになると思いますので、どんな時もその気持ちを大切にされると、メアリーさんもおじいさんもその周りのいろいろな方も幸せの方向に行けるだろうなと思いますので、どうぞこれからもね、周りとご自身を大切に幸せハッピーな感じでいていただけると私もハッピーでございます。はい、またね、ちょっとどうだろう、もう今は元気になりましたか？すぐに立ち直るのが難しかったり、元気になったって思ったら、ある日突然こうガクーンってなっちゃうこととかがある人もね、中にはいると思うんですけれども、こう落ち込むときは落ち込むときで、無理に元気になろうとか無理に上を向こうとするのではなくって、その時の気持ちを受け入れたり、その時の状況をしっかりと理解する、受け入れる、感覚として体感するっていうのがすごく大事かなと思います。うんうんうん、生きてるって感じだね。はい、ということで、メアリーさん、今日のラジオも聞いてくれてるかな？メアリーさん含めてラジオを聞いてくださっている皆さんの生活に彩りやらキラキラやらなんやらかんやらを添えられたら嬉しいなと思っています。どうぞまたお便り書いてください。ありがとうございます。はい、こんな感じでお便り募集してます。今月4月の募集テーマは、人生で一番ドキドキしたことです。どうぞ何かドキドキしたことあればお寄せください。はい、で、月というか季節のお便りの他にも、季節のテーマの他にも、普通おただったりお悩み相談だったりもお受けしておりますので、皆さんお気軽にお便りください。よろしくお願いします。はい、ということで、本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。今週もゆるりと参りましょう。ポップポップおーということで、また次回もお願いします。以上、シュシュポップでした。ありがとうございました。